この後イエスはガリラヤに行き、村から村を巡回されました。ユダヤ人の指導者たちが命をつけ狙っていたので、ユダヤ以外の地に身を避けようと思われたからです。そうこうするうち、ユダヤの年ごとの祭りであるカリー用の祭りが近づきました。イエスの弟たちは祭りのためにユダヤへ行くようしきりにイエスに勧めました。もっとたくさんの人が奇跡を見てくれるところへ行ったらどうですか？こんなところでくすぶっていても有名にはなれないよ。兄さんがそんなに偉い人だったら世間の人に証明してみせなくては、と半ばあざけるように言いました。弟たちでさえイエスを信じていなかったのです。今はまだその時ではありません。しかし、あなたたちはいつ行ってもいいのです。世間の人に憎まれるはずもありませんから。しかし、私は憎まれています。彼らの痛いところをつくからです。あなたたちだけで行きなさい。私は行く時が来たら行きますから。こう言ってイエスはガリラヤに残られました。しかしイエスは弟たちが出かけた後、人目を避けてお出かけになったのです。ユダヤ人の指導者たちは祭りの間にイエスを見つけ出してやろうと思い、誰かイエスを見かけた者はいないかと躍起になって尋ね回りました。確かにイエスのことはいろいろと話題になりました。あの方は素晴らしい方だと褒める者もいれば、いや違う、とんだ詐欺師だと非難する者もいました。しかし、指導者たちの目を恐れて表立って語る者は誰もいませんでした。祭りも半ばになった頃、イエスは宮へ行き、公然と教え始められました。それを聞いたユダヤ人の指導者たちは驚いて、この男は一度も学校で学んだことがないのに、どうしてこんなに深い知識を持っているのだろうと言い合いました。私の教えは自分で考え出したことではありません。私をお使わしになった神の教えなのです。本当に神の望まれる通りのことをしようと思う人なら、私の教えが神から出たものか、あるいは私から出たものか、はっきりわかるはずです。自分の意見だけをまくし立てる人は、実は我が身が褒められたい一心なのです。しかし、自分をお使わしになった方の栄誉を求める人は正直者です。あなた方は自分ではモーセの律法を守らないのに、どうして律法を破ったと私を非難するのですか？どうして命までつけ狙うのですか？群衆が答えました。おい、気でも変になったんじゃないか。誰があんたを殺そうとしているんだ。あなた方は私が安息日に病気の人を治したら労働をしたと驚いています。だが、あなた方はどうでしょうか？モーセの律法通りに割礼を施すためには、実際は割礼の習慣はモーセの律法より古くからあったのですが、安息日でも平気で労働するではありませんか？割礼の日がちょうど安息日に当たっても割礼を施しているではありませんか？それなら安息日に病人を元気にしてやって、どこが悪いのでしょう？何を根拠に私を非難するのですか？よく考えてみなさい。私の言うことは間違っているでしょうか？エルサレムの人々の間では互いにこんなことが言い交わされていました。この人は彼らが殺そうと狙っている人じゃないか。ところが、今ここで大っぴらに話をしているっていうのに、誰も何も言わないのだ。指導者たちも結局は正真正銘のキリストだと認めているのかね。だけど、この人がキリストのわけはないよ。どこの生まれか身元が知れているんだから、キリストはどこからともなく突然現れるはずだからね。イエスは宮で大声を上げて教えられました。皆さん、確かに私の生まれも育ちもはっきりしています。しかし、私はあなた方の全く知らない方の代理なのです。その方は真実です。私はその方を知っています。その方と一緒にいたのですから、その方が私をお使わしになったのです。ユダヤ人の指導者たちは何とかしてイエスを逮捕しようと思いました。しかし、実際に手を出す者は一人もいません。まだその時ではなかったからです。宮にいた人々の多くはイエスを信じ、これだけの奇跡をなさるからにはやっぱりキリストではないだろうかと言い合いました。群衆がそう考えていると知ったパリサイ人たちは、祭司長たちと手を組んでイエスを逮捕するために役人を差し向けました。まだその時ではありません。もうしばらく私はここにいます。その後で私は私をお使わしになった方のところに帰るのです。
その時には私を探しても見つけることはできません。また私のいるところに来ることもできません。この言葉にユダヤ人の指導者たちはすっかり戸惑いました。一体どこへ行くつもりだろう。もしかしたらユダヤを出て外国のユダヤ人やあるいは外国人に教えを伝えようとでも考えているのかもしれない。だが探しても見つけ出せないとはどういうことだろう。私のいるところに来ることができないというのも何のことやらまるで見当もつかない。祭りの最後の一番大切な日にイエスは大声で群衆に語りかけました。誰でも渇いているなら私のところへ来て飲みなさい。私を信じれば心の奥底から命の水の川が流れ出ると聖書に語られている通りです。イエスは聖霊のことを言われたのです。聖霊はイエスを信じる人すべてに与えられることになっていましたが、この時はまだ与えられていませんでした。イエスが天にある栄光の座に戻っておられなかったからです。イエスがこういうのを聞いて群衆のうちのある者は、この人は確かにキリストのすぐ前に来るというあの預言者だと言いました。この方こそキリストだと言い切る者もいました。しかし他方では、いやそんなはずはない、まさかガリラヤみたいなところからキリストは出ないだろう、キリストはれっきとしたダビデ王の血筋でダビデ王の聖地ベツレヘムの村に生まれると聖書にはっきり書いてあるんだからと主張する者もいました。このようにイエスについての意見はまちまちでした。中には捕らえる機会を狙う者もいましたが、手を出すまでには至りませんでした。イエスの逮捕に向かった宮の役人たちはすごすごと祭司長やパリサイ人たちのところに戻ってきました。どうして奴を捕まえてこなかったのか。指導者たちは彼らを厳しく責めました。役人たちは口ごもりながら答えました。はい、でもあの人の話すことはとても素晴らしくて、これまで聞いたこともないような話なので。これを聞くとパリサイ人たちは吐き捨てるように言いました。さてはお前たちも惑わされたな。我々ユダヤ人の議員やパリサイ人の中であの男をメシアだなどと信じている者は一人もいない。無知な連中は頭から信じきっているかもしれないが、奴らに何がわかるか、罰当たり者めが。その時ニコデモが口を開きました。夜密かにイエスを訪ねたあのユダヤ人の指導者です。お言葉ですが、取り調べもしないうちに有罪だと決めるのは合法的ではありません。おや、あなたも卑しいガリラヤ人なんですか。まあ聖書を調べることですな。ガリラヤから預言者など出るはずがないことをご自分の目で確かめたらどうです。こうして一同は散会し、めいめい家に帰っていきました。